マックスノービスクラス予選ヒート10周のバトルポール玉赤隆博セカンドから今スタート。セカンドからは心拍刺激にスタートを切っていきました。さあ昨日の練習走行からですねタイムの方上げて、あ、1台2台がスピンをしています。2コーナーから3コーナーにかけて2台がスピンをしていますが、今再スタートを切ることができています。ゼッケン34番とゼッケン、ヘアピンですね。もう今やはりマシンの様子がおかしいようです。ゼッケン34番の渡辺隆がですね今再スタートを切ることができていますが、マシンの1台2台が3台が巻き込まれてしまいました。 SG に向けてですねここは3台巻き込まれてのスピンとなっています。マックスノービスクラス序盤から波乱含みの、レースとなっております。予選ヒートは10周のバトル、遅れてしまいましたのがですね山田隆夫、田中治、そして渡辺、浅野久人となっております。この浅野久人なんですが、最終戦でも、優勝を飾りました浅野久人も出遅れてしまいました。しかし全車ですね再スタートを切ることができました。マックスノービスクラス予選ヒート1周目の時点から2コーナー、そして S 字でもですねスピンをしてしまいました。ドライバーが5台ということで遅れてしまいましたけれども、ここで再スタートを切ることができています。山田隆夫、前守る浅野久と渡辺隆、そして田中治とこの5台がですねスピンをしてしまいましたが、ここで巻き返しを狙っていきます。この10周のバトルポールから出走しましたゼッケン26番の田中隆博、この田中がですね現在トップをキープしています。2番手には新木刺激、このフロントローがその順位をキープしています。トップ2番手と単独走行になっています。ここでマイクロマックスクラスの選手のお呼び出しをいたします。マイクロマックスクラス選手のお呼び出しです。ゼッケン10番イエイルシア選手、そしてゼッケン5番の藤井翔太選手、お二人コントロールタワー2階にお願いします。イエイルシア選手、藤井翔太選手、コントロールタワー2階にお願いします。ただいまマックスノービスクラスの予選ヒートが行われています。3周終了な4周目に入っています。残り周回は7周となっています。現在トップは変わらず田中隆博、ニールレイシングウィズヒーローズ田中隆博がトップを走行中です。タコツボタ立ち上がりのこのゼッケン26番田中隆博、今回今シーズンから水波シリーズに参戦することになりました田中隆博、昨日の練習走行の段階から調子が良くてタイムを出していました。田中隆博がトップを独走中です。2番手にはゼッケン89番の新木刺激、その差を1秒2ほど離しましてトップを独走しているのが田中隆博。2番手争いがそろそろ面白くなってきそうです。3番手には大沢敦也が前を行く新木刺激を追いかけていきます。大沢敦也20代、新木刺激60代ということで、この2番手争いが激しくなってきそうです。タイムの方を見てみますと、この大沢敦也が現在ファステストを出しています。3番手を走る大沢敦也がファステストを出しています。そして4番手争いなんですが、ゼッケン9番の吉川智弘と足立義直のバトルとなっています。この4番手を走ります吉川は今回から RMC にチャレンジということで、ピーターパンから代表して出てきています。この吉川智弘、後ろを確認しています。ゼッケン88番の足立義直が前を行く吉川をですね必要に追い立てていきます。この4番手争いも激しくなっていきそうです。さあそして6番手争いなんですが、こちらも激しいバトルになりそうです。大沢雅也と小林幸春、大沢雅也の後ろから小林幸春が前を行く大沢雅也をですね、タコツボインドアで仕掛けたいんですけれども、ここはいけません。
どこでバトルが激しくなってくるでしょうか。このようにバトルをしていきますとトップをどんどんと逃がしてしまうんですけれども、やはりレースを楽しみたいと考えていますノービスクラスのドライバーたち。まだレース始めたばかりのドライバーもいるんですよね。さあここで S 字の2個目で入り込んでいきたい、そんなドライバーも見受けられます。さあ2番手争い、オーダーワークや3番手の位置から前を行く新木刺激を捉えることができるでしょうか。6周終了、7周目に入っています。残り周回は4周です。トップ田中、2番手は新木刺激、そして大沢敦也が3番手の位置をキープしてこのチャンスを狙っています。4番手の吉川はまだその座をキープ。さあここで6番手争いがタコツボで変わってきました。6番手争い、大沢雅也を抜いていったのはチーム匠の小林幸春、ワンポジションアップしていきました。小林幸春は6番手に順位の方を上げてきています。ホームストレートを駆け抜けていきますのはゼッケン26番の田中隆博、新木刺激、大沢敦也と続いていきます。順位の方を入れ替わりはまだないんですけれども、2番手争い、そして4番手争いが面白くなってきそうです。残り周回は3周に変わりました。トップは田中、2番手以降を1秒18に離してトップを独走中です。ニールレーシング、ルティーローズということでから参戦をしています田中隆博。ここでファステットを出していますのは大沢敦也なんですが、バトルをしながらも後ろの方を追いかけながらも3番手の位置を走行しています。大沢敦也ファステストを記録しています。田中隆博トップ、2番手争いはまだ動きません。トップ帰ってきまして残り周回は2周です。4番手の位置をキープしているのは吉川、この後ろ足立吉直、そして単独走行になりつつありますのは小林幸春、そして大沢雅也です。動いてくるか2番手争い、そして4番手争い。さあその後ろの方のバトルもですね気になってくるんですけれども、前半で1周目の方で、スピンを起きてしまいましたドライバーたちが頑張って前を追いかけていきます。前を追っていきますマックスノービスクラス。トップは最終セクションに差し掛かりました。戻ってきますとファイナルラップに突入します。10周の予選ヒート、マックスノービスクラス今回が初レースというドライバーもいます。2番手争い動いてくるか、新木刺激の後ろから大沢敦也、テールトゥーノーズに持ち込んできています。3コーナーをクリアしヘアピン、追いつく間合いではないのでしょうか。大沢敦也、前を行くのは新木刺激、67歳、すごいですよね。今回は前守ると新木刺激が20代として出場してきています。後ろを確認したのは新木刺激、2番手争い、大沢と大御子とアウトに払んでしまった3番手を走行しています大沢敦也。ここはですね今行くかと思った瞬間だったんですけれども、チャレンジできませんでした。そして今チェッカーを受けていきます、ゼッケン26番、田中隆博トップでチェッカー。マックスノービスクラス予選ヒートを制しましたゼッケン26番の田中隆博。2番手争いはゼッケン89番の新木刺激、3番手争いは2番手争い、ちょっと失敗してしまいましたね。次の決勝を挑んでいくことでしょう。3番手には大沢敦也、4番手なんとかキープをしています。ケーテックウィズピーターパン吉川智博。